皆さんこんにちは、バイオリニストの中川香織です。今日はカイザー練習曲の第5番を演奏してみました。この曲も第3番と同じように、初めはゆっくりのテンポ、そして2回目は少し速いテンポで、ゆっくりの方は弦から離れないスタッカート、速い方は弦から弓を離すスタッカートになっています。また最後に弾き方のポイントを少しお話しします。それでは最後までごゆっくりとご覧ください。ではどうぞ。
かがでしたでしょうか。この曲は8分の6拍子なので1拍目と4拍目を少ししっかりと弾くと良いと思います。スタッカートの弾き方は、第3番と同じになります。ゆっくりの時は真ん中、早い時は少し元寄りの場所を使っていくと弾きやすいと思います。また3番の指に、シャープがついていることが出てくるんですけれども、この音が低くなりやすいのでちょっと気をつけてみてください。以上、参考にしてみてください。それでは皆さん、また会う日までチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それではさようなら。